ただいまご紹介に預かりました中日英国大使のティム・ヒッチンズでございます。本日は皆様年末の大変お忙しい時期にもかかわらず本当に多くの方にご参加いただき誠にありがとうございました。大使館を代表してお礼申し上げます。また東急電鉄株式会社様には特別協賛として会場のご提供、セミナーの告知プロジェクト、プロモーションなど絶大なるご協力を賜りました。この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。本日の会場である双子玉川ライズですが、実は こちらのランドスケープと建物外装のデザイナーの監修は英国の建築インテリアデザインを手掛けるコンラン&パートナーズが行いました。今回のイベントをこちらで開催できるのは何かの縁だったのかもしれません。さて英国大使館では本年イノベーション is great というキャンペーンを通じて日本の皆様に英国のさまざまなイノベーションについてご紹介し、英国と日本の連携、パートナーシップをより深めていくことを目指しています。2月にウィリアム王子が来日されましたが、その際にイノベーション is great がローンチされ、これまでに20以上のお弁当を開催しました。今週は本日のセミナーのほかにも2つのフィンテック関連のイベントを開催しており、来年3月まで引き続き各種イベントを予定しております。本日のセミナーのテーマはイノベーションとイノベーションを生み出すエコシステムです。英国にはロンドンの東地区のテックシティ、ケンブリッジ、スコットランドなどがテクノロジークラスターとして存在し、ここでは英国のみならず欧州各国から企業が集まり、数多くのスタートアップが生まれ、ビジネスのスケールアップを行います。産官学の連携が進み、日本や米国とは異なるイノベーションとスタートアップ支援のエコシステムが形成されています。英国大使館では今回と来年2月の2回にわたり日英イノベーションエコシステムセミナーイノベーションを育み、ベンチャー企業を創出する英国のユニークな取り組みという共通テーマでセミナーを開催いたします。第1回目の今回は総論編として英国の産学連携とベンチャー支援の施策、日本にとっての示唆と日英パートナーシップの機会に注目します。英国のベンチャー支援育成システム、イノベーションを生み出すエコシステムについて日英両国の政府、大学、企業の9名の方々にご講演いただき、日本との連携について議論します。日本においては大企業とベンチャーとの連携が最近これまで以上に進み、大企業がベンチャーのビジネスにおける専門性、柔軟性、迅速性を活用するオープンイノベーションの機会が増えています。英国にも多くの優れたベンチャー企業が多数存在します。また企業の抱える技術的課題に対して革新的な解決策を提供するテクノロジーコンサルタンシー企業も存在します。日本企業の方々がこうした英国の革新的な企業と連携されることを大変期待しています。英国は2015年版のグローバルイノベーションインデックスにおいてスイスについて2位に
選ばれました。3位はスウェーデン、米国は5位、ドイツ12位、日本は19位でした。なぜ高い評価を受けたのでしょうか。それは生産性の高い研究拠点、優秀な高等教育による人材育成、イノベーションへの投資、イノベーションフレンドリーな税制度、有形より無形資産への投資や知財の活用などが挙げられます。また創造性、発明、起業者精神を育てる土壌大学である教育システム、つまりは今回のテーマであるイノベーションのエコシステムがうまく形成され、そしてビジネスと大学の間のコラボレーションの強さがその要因と言えます。本日の講演ではこうした点について、ご講演者の皆様がより深く掘り下げてお話しいただけるのではないと思います。また会場には英国のイノベーティブな企業9社がショーケーススタンドを構え、皆様をお待ちしております。休憩時間、レセプションの際にお立ち寄りいただけましたら幸いです。今回のセミナーを通じて英国のイノベーションの秘密を少しでもご理解いただき、日英の産官学でのさまざまなパートナーシップが生まれることを期待して、私の挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ヘチンスタイサー、ありがとうございました。 Thank you very much.